デカキン TV レディーゴー。ブンハロー YouTube、 どうもデカキンです。イエ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 イパフ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 イエ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 イ。ということで今日は台東ステーション府中黒店さんに来ています。そして山師が来てくれてます。よろしくお願いします。お願いします。山師、前にね、頭文字の魔のつくものだけで1万円で挑戦した企画をやったじゃん。今回は、はい、頭文字におがつく景品を10個取るまで帰れません。おお、そんなにあるか。今日はもうおのつく景品もう10個取らないと今日は帰れません。その代わりお金無制限。お金、あ、お金お金取ろう。お金取ろうなんてないだろお前も。そんな下世話なクレーンゲームないだろう。お金無制限でやるんですけど、まあ、大体デカキン1万円で4個か5個ぐらいだよね、景品取るのね。大体そうだね。ってことはまあ2万は覚悟した方がいいかもしれないね。まあ一応お金無制限で頭文字におのつく景品をガンガン取っていきたいと思います。帰れなくならないように頑張ろう。そうだね。じゃあ早速両替したいと思います。じゃあ、 まずはもう1万円も両替しちゃおうか。そうだね、うん、ね、絶対1万円はかかるだろうしね。かかる。おがつくってなんだろうな。いやもう本当パッと出てこないよ。オレオとか。あ、そうか、お菓子ね。いや、お菓子も、お菓子、お菓子。いや、やめよ、それは。商品名がお菓子のなんとかだったらいいけどね。商品名のオレオぐらいの感じでいこうよ。あ、もうそっちね。だってお菓子なんだから、それは。だってお菓子の町岡とかそういうなんかお店の名前だったらいいよ。でもないもんね。ないないない。どのキャラクター、ちょっとね、楽しみだよね。絶対たくさんいるから、ちょっと何のキャラクターがいるか見るの楽しみだ。ということで、まずは1万円分両替しました。よし、これでまず5個ぐらい取れるようにね、ちょっと考え取っていこう。うん。ということで、デカキンが最初に見つけたおのつく景品がこちらです。おぱんちゅうさぎです。かわいいよね、おぱんちゅうさぎね。かわいいね。いろいろ見かけててかわいいなと思ってたんだけど、うん、なかなか取る機会なかったんで、今回ゲットしたいなと思って取りたいと思います。はい。もうごめんなさい、アーム捨てます。一アーム、一アーム捨てて、もう寄せるに専念。おお。あー、でも持ち上げてる。え、嘘でしょ。ええ来たー。マジ。え、寄せて取ろうとしてたのに。すごいな。一発目だよ。だってだって俺もう絶対取れないと思って500円入れてるんだから。はい、ということで、おのつく景品おぱんちゅうさぎ、はい、ゲットです。かわいいね。自分の子供にしたいぐらいすごいかわいい。ちょっと似合うでしょ、うん、ね、出かけに子供生まれたらこんな感じなんだろうなっていう感じがしますね。ということで、こちらおぱんちゅうさぎゲットです。続いて、デカキンが見つけたおの景品がこちらです。お茶わさび味。あ、おだ。おでしょ。で、隣もね、普通にダメかなと思ったら、大阪たこ焼きポテトチップス。おだ。おだよね。お、なんだ。こっちは大阪たこ焼きのおでしょ。うん。こっち静岡お茶わさび。あ、ごめん、見えんかった。それは。見えないわ、ごめん。見えないのか。お、目悪くて、ごめん。あ、それは見えんわ。ごめん。太い字しか、今見えないから。お茶わさびだね。お茶。両方取っていいから。おだね。まあでもどっちか取ろうかな。確かに。おお。下の方狙った方がいいかな。どっちなんだろう。ちょっと下の方触ってみようか。お、え、何、どういうこと。え、これ下に棒があるんだ。ほら、奥に見えない棒、隙間から見える。この棒で多分なってるから、もう押すぐらいの気持ちというか。今ギリギリ耐えてる感じ。うん、よくくっついてるな。オッケー、よかった。あー、もうほんとギリギリ耐えてたんだね。ね、よかった、取れた。ということで、こちらポテトチップスのお茶わさび味ゲットしました。おでやらせてください。お茶わさび味のポテトチップスでしょ。お茶わさび味ポテトチップス静岡。おですじゃ。はい、ごめんなさい、これはおでやらせてください。だってめったになくない、ないね、ポテトチップスでおがつくやつなんて、うん、これ超レアだなと思うんで。お茶わさびです、ゲットしました。どうしたの、何その歩き方。いや、ちょっと体のバランスおかしくなったから、ちょっと歩き方変えていかないと。逆におかしくなりそうな歩き方してるよ。これ体壊れちゃうの、これ。やまし、はい、見て、これスズメバチだと思ったの。したら下に名前が書いてあって、オオスズメバチメガフィギュアだって。おお、ちょっと怖いですが、オオスズメバチ取ろう。これいいじゃん。こちらしかもベタ棒なんで、はい、こちら取りたいと思います。てかすごい光景だよね。こんなにオオスズメバチに見られることってないもんね。最初はひよった感じから。あ、でもだいぶずれてくれるね。これでこんなずれてくれるんだったら結構早めに行ける。ちょっと攻めすぎました
多いね。いけないからもうこれ交互だね、この場合は。その判断が難しいよね。そのいけないと思ったら早めに交互ね。交互がやっぱ順当な取り方だからね。おせく、おお、超動いてる。動いたね、すげえ動いた。奥すごい動くな。ギリ狙って、これも落ちるよ。こうなっちゃったらもう、よいしょ。うわー、すごい。今ので落ちない。じゃあ最後内側のグッてやって終わります。はい、内側をグッと。はい、 OK、 OK。 やったー、オオスズメバチ。本来だったら取ったら怖っ、やばーってなるところがね、嬉しい。ということでこちらオオスズメバチゲットしました。すげえ。あ、結構プラスチックの感じなんだね。そうだね。あ、固め、おう、しっかりしてる。うわ、すごい忠実じゃん、羽ね。あ、はい。わ、すごいね。すごいね、うん、ということで頭文字に尾がつくオオスズメバチゲットです。続いてデカキンが見つけた尾がつく景品がこちらです。おむすびマンです。はい、もうアンパンマンのおむすびマン、これいいでしょ。じゃあこれを早速取っていきたいと思います。ちょっと待って、これ小むすびマンじゃない、これ。え、小むすびマン、ん、小結びマン。わかんなくなってきて、何回も言い過ぎてて。ちょっと今から調べたいと思います。今ですね、調べたところこちらですね、小結びマンでした。はい、ってことはこれダメだね。これはとってもポイントに入んない、1個に換算されない。うん、そんなことある？おむすびマン取ろうとしたら小結びマンだよって罵られて。いや、罵っちゃない。そんなことある？じゃあこれちょっとアンパンマンの欲しかったんですけど諦めたいと思います。じゃあ次の探そう、次の。うん、違う、小結びマンか。続いて見つけた尾の景品がこちらです。バヤリースです。バじゃん、バだと思うでしょ。うん、やっぱだよ。近くで見てください。お、沖縄バヤリースです。おだ、だから沖縄バヤリース尾だよね。尾だね。じゃあこれを取りたいと思います。で、しかも沖縄バヤリースオレンジ、これ2個カウントじゃないよ。じゃ何言ってんだよ。なんでそれ、いいように2個カウント。いや、いけるかなと思ったけど、いけなかったか。これ見たことなくない、この形。どういう感じなんだろうね。確かにちょっと見たことないね。じゃあいきます。はい、え、はい、え、これどういうことなんだろう。後ろ行って前倒してくる、そういうことか。ちょ、まあ一回、でも1個開いたもんね。開いたけど、ここ硬い。硬いってなんだ。ここガード硬い。確かに後ろに行かないね。なんだこれ、面白いね、なんかね。正解がまだ読めてないよね。読めてない。じゃあもうこれそういうことじゃない？もうここで倒しちゃえば奥行けないから、そのまま手前？じゃあ手前。これ来るときに倒してくれるっていう。あー、惜しい。惜しいな。ここで行くしかない。おーし、惜しい。合ってんのよね、これでね。合ってるよね。オッケー、取れた。なんだろう、不思議な感覚だわ。なんかね、新しいクレーンゲームだね。うん、ということでこちら沖縄バヤリース南国グラバーゲットしました。はい、なんかこういう新しいのやるとまたいいね、面白いね。うん、そうだね、ちょっと見たことなかった。飲んだことないこちらもゲットできたんで、はい、じゃあこれ飲むのも楽しみだね。うん、はい、ということでこちら最初に尾がつく沖縄バヤリース南国グラバーゲットしました。ということで続いて尾のつく景品がこちらです。お猿のジョージのティッシュボックスカバーです。お猿のジョージ、おだよね。うん、はい、じゃあこれ取りましょう。あ、しかも黄色取れたら嬉しいな。チームカラーみたいのがあったとしたら黄色なんですよ。一人なのに、一人だけど黄色、一人じゃない、金一族でやってんだから。何一人なのに孤独を装わせて、ちょっと。はい、はい、完璧。いい、うわ、すごい完璧よこれ今。はい、え、もういけんじゃない？あれ、うまいんじゃない？もういけそうな気する。なんでこうなんだよ。なんでデカキン TV はこうなんだよ。いつもだよ、考えられない、常識では考えられない動きなんだよ。普通だったらあそこでゲットなんだよ、普通のね、クレーンゲームやチャンネルの人だったら。そうだね、デカキン TV だけ落ちると思ったらゴロゴロゴロンって後ろ行くんだもん。どういう状況これ。これ後ろに行ったな。あ、ちょっと待って待って待って。なんでこうなんだよ。
よ、デカキン TV。 これどうすんの。だから諦めるしかないよ、キドは。青行こう。うまい。この上のペタってくっついてる部分に引っかかるぐらいの気持ちで。おー、あぶねー、危ないよ。あ、でもこれいけるいける。もうちょっとずらして押せばもう取れんじゃない。これも習ってたわ。こうくっついてる棒側あるじゃん、うん、側の方の奥にやるとそっち持ち上げるとこっち側が浮くから。腐った。いや、とりあえず見てみようと思った。こっち側の角を持ち上げてあげればもうこっちが浮くから。なんで取れないの。何起きてるの、これ。詰まってる。どうだろうね、これね。はい、今ですね、店員さんに確認してもらったところ、もうガチガチに詰まってたと。しかも結構お金をつぎ込んでくださってるっていうのも知っていただいてたんで、こうしていただきました。もう一撃で取れる状態にしていただきました。まあそもそもね、やっぱ黄色がもっと早く取れてたはずだったもんね。確かにそうだね。そもそもはやっぱ直していただいた店員さんには一撃で取ることが一番の感謝というか、はい、恩返しなので。 OK。取り方合ってなかった気もするけど。なんとか取れた。よかった。長かった。もう全てはこの黄色のせいだからね。そうだね。ということで、こちら景品の頭に尾がつくお猿のジョージプレミアムティッシュボックスカバーゲットしました。今で5個だよ。まだ 2,3 税残ってる。順調にいけば2万円かからずにいけるかもね。はい、ということで、こちらお猿のジョージプレミアムティッシュボックスカバーゲットです。続いて尾のつく景品がこちらです。大人のじゃがりこです。じゃがりこは諦めてたんだけど、まさかの大人のじゃがりこがありました。確かに王だね。今のうちにね、このペラはまだ集中力があるうちにやっといた方がいいんで、はい、これやりたいと思います。じゃあ行こう。あ、はいはい、集中集中。いやいやいや、一発目だから。大丈夫、一発目はね、アームの広さ見るためにやるんで。はい、おお、いいね。いいね、いいね。もう超順調。あ、でもこ、そっか。この透明な台から出てからが勝負パターンかもね。あれ？結構動くよ。そのまま引っ張ってもいけるし、押してもいけるしっていう。もう3回で取れちゃうかな。よし。OK！ OK！ やったやったー。いやー、すごいね。オッケー、取れた。順調に取れたね、今ね、うん、ということで、こちら頭文字に尾がつく大人のじゃがりこ旨辛明太チーズ味ゲットしました、はい、ミスがあって5回ぐらい。でも5回ってすごくない。輪っかに入れば取らせてもらえるってなんか嬉しいね。確かに。ということで、こちら大人のじゃがりこ旨辛明太チーズ味ゲットです。ヤマシ、はい、すごいの見つけたよ。見てこれ、推しの子です。推しの子があったね。で、今回は推しの子のアクアですね。今回やるクレーンゲームがこれ、チョキチョキなんだって。チョキチョキ。ハサミじゃないけど、切れるやつをこうやって動かして、こうやってパチンって切るみたいな。おー、だからもうこれはもう技術の問題だから、技術なら任せて。ぴったり合わせるのは得意だから、ギリギリ狙うの得意だから。じゃあこれやっていこうと思います。はい、ちょっとずれちゃった。はいはい、座って座って座って、はい、腰やばいからこれ。はい、行くよ。よ、はい、どう。あー、今度手前に行きすぎた。足、はい、行くよ。体勢がきつい。体勢きついよ、うん、いいよ、はい、行くよ。いや、何何して、何楽しようとして。いいよ、取って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 。早く切ってくれよ。なんでこんなスクワットしてんの。いっぱい、次は大丈夫だから。ヤマシーがさ、ね、緊張感伝わって、俺も緊張しちゃうの。押すの緊張感出せないようにして。ああ、分かった分かった。フランクに、フランクな感じで、ね、うん、よし、行こうか。よし、もうただ止めるだけだから。止めるだけだから。そうそうそう、こんな考えなくていいから。はい、来た。なんで切れてないんだよ。なんで切れてないんだよ。でも、うっすらうっすら。何、もうあと1000本。1000本、うん、もう一回切ればいける。もう一回切れば。よし、簡単にね。ここでギュッてやればいい。ここでギュッて。いやいや、ニャラニャラニャラった通り。もう切れそうだからギュッて押そうと思ったんよ。あ、そういうことか。おお、本当だ、すごい。そうでしょ。もうちょい。何やってんの。いや、もうずれた時は、もうずれた時はこうやるって決めてた。あ、そういうことか。うん、ずれた時はこれで、もう、でもうちょいもうちょい。次ちゃんと切るから。はい、切れる。おー、よし、よっしゃ、やった。あー、取れた取れた。いや、もう2人とも体ボロボロだね。そうだね。はい、ということでゲットしました。うわー、よかった。
ということで、頭文字に尾がつく推しの子のアクアゲットしました。で、今が何個目ですか、ね、7個目これで。じゃあ、あと3個だよ。あ、もう少しだ。3個。よし、あと3個は何とか頑張ってゲットしよう。続いて、尾がつく景品がこちらです。オムナイトです。もうこれはもう断然苦手なやつですけど、まあダメ元でやってみよう。もう取れなかったらすぐ諦めるっていうのを忘れずに。これほんと取れない時、出かけにずっと取れなかった時とかあるから、持ち上がるのか。はい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 。うわー、すごいな、今頭ぶつけてたね。後ろ行っちゃったな。はい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 、持ち上がってる。どうだろう。お、来た。いいんじゃない、がっちり取れるよ、オムナイト。オムナイト持ってないよね。持ってない持ってない。だからそもそもこれ確か化石ポケモンだよね。そう、超レアじゃん。じゃあね、もう寄せながら取るというか、出口付近に寄るように。あ、がっちりいけたね。いいんじゃない。うわやったー、やましい。いや、すごい、ゴロンゴロンって、ね、いや、すごかったね。1000円かかってないぐらい。かかってない、うん。今ね、ちょっと数えてみたら6回だよ。すごいね。6回で取れたよ。シールドの上に乗せれたらいいなぐらいの気持ちでやってたんだけど、それがうまいこと言ってくれたね、ゴロンゴロン。すごかったよね。ちょっと、デカキンの目がこうなってなかった？いや、多分なってるよ、ね、うわーって言って。みんななってたな、これね。ということで、頭文字に尾がつく景品8個目、オムナイトゲットです。続いて尾のつく景品を見つけました。それがこちらです。お菓子詰め合わせです。もうそのまま尾だったね。そうだね、お菓子詰め合わせ。だから今までさ、ちょっとさ、頭よぎったよね。だから全部お菓子でいいんじゃないみたいな。いや、思ったね。思ってたけど、さすがにそれはダメだ、それはダメだと思ってたけど、これは OK でしょ。商品名だもんね。ね、名前がお菓子詰め合わせなんで。はい、はい、じゃあこれを取りたいと思います。そしてなんとベタ棒です。ここに来てのベタ棒嬉しいね。そうだね、ちょっと安心して見てられる。はい、じゃあこれを取りたいと思います。はい、さあまずはぶち当てていく。これ結構いいよ。まずは順当に。おお、ね、おお、すごい強い。よし、おお、すごい。はいはい、乗ってきたね。来た。おお、そしてここで1万円が終了しました。まだ1万円なの。そうだよ、だって一番最初のやつ100円取れたでしょ、うん、でさっきのオムナイトも6回で取れてるでしょ。確かに。だから意外にポンポン取れてたんだよ。すごいね今日は。いや、すごいよ。これ2万円目入るんで、ここからまだ苦戦するかもしれないけどね。じゃあまずは両替したいと思います。ということで、こちら5000円両替しました。追加の5000円でね、多分いける可能性あるんで。あと2個だからね、ちょっと頑張って行こう。なんかあれだね、ちょっと冷静にならないと、集中力がもう切れちゃってる。よし、あ、でもいいね、うん、何入ってるか楽しみだよね、お菓子詰め合わせ。そうだね、何にも聞いてないもんね。でも桜があるから和菓子なのかなとか。そんなことある。和菓子系かなとか、なんか、あ、いいかも。はい、いい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 、オッケー。これがデカキン流のやり方、縦にしてボコンって落とすっていう。一気にいくね。見たでしょ、うん、あれまだまだ先だったから、だって本来だったら。そうだね。ということで、こちらお菓子詰め合わせゲットしました。じゃあ皆さん一番気になるのは中身、何が入ってるのか見てみよっか。せーの、うわ、スペシャルピザ味、フライドチキン、スペシャルピザ味、おお、フライドチキン、あ、お好み焼き、お、変わった。次何出ると思う。フライドチキン、お好み焼き。はい、2回ずつだから大体。うわー、ベーコン、スコーン、あ、違う、ベーコン、ベーコン、スコーン、ベーコンなし、スコーン、スコーン、スコーン、やめつき、わかんない、なんだそれ。スコーン、やみつきバーベキュー、ポリンキー、あ、好き、あ、懐かしい、ポリンキー好き、キャラメルコーン、はい、ポテコ、あー、懐かしいね。ね、まだ入ってるよ。最後大物入ってる、アーモンドクッキー。まだあんの。最後、特濃ミルクのクッキーですね。おー、いいね。はい、ということで、この12個も入ってたよ。すごいね。これは詰め合わせだわ。詰め合わせ以外の言葉見つからないもんね。いや、やましいにも何個か分けてあげるね。ありがとう。ということで、こちら頭文字に尾がつくお菓子詰め合わせゲットです。そして最後の尾のつく景品がこちらです。
おぶんぐと一緒、エビフライに抱きつきぬいぐるみ XL プレミアムということで、おぶんぐと一緒っていう、そのおか、この白いのがおぶんぐなのかな。おお、最後はじゃあこれを取ろう。エビフライじゃあいきます。はい、でかけんちょっと上からいきます。ちょっとしどうだ、はい、上からやった方が上に寄ってくれるんで。変わり目は今まだないですけど、はい、後で分かるんで。おー、綺麗に、はい、綺麗に入った。はい、はい、順調、はい、綺麗にいったいったね、うん。さあ最後綺麗に決めよう。棒にもぶつかってない、うん、なんか順調だね最後ね。そうだね。おー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 、すごい来てる来てる来てる。最後オブングごとちょっと持ち上げてみようかな、奥にやるように。うわー、もう押しちゃってもいいのかな。じゃあエビフライを押してオブングさを持ち上げる。うわ、やったやった作戦通りやったな。達成感だね、顔がもう順調には取れてたが、反面ね体ボロボロっていう、うん、いやーよかった。うわー来たね。見てみましょう、これだってオブングと一緒。ほんとだね、オブングと一緒ね。見たことあるような気するな、これ。なんかそれお母さんって一緒じゃないの。いや違う違う、それ名前だけだろそれこのキャラクター見たことあるなと思ったの。オブングと一緒、エビフライに抱きつきぬいぐるみ XL プレミアムゲットです。いや結構さ、デカキン TV でクレーンゲームやってると不適応がたくさん起きるんだけど今回は本当順当に取れてね、うん、マジでよかったわこれ。はい、ということで頭文字におがつく景品の最後の景品はオブングと一緒、エビフライに抱きつきぬいぐるみ XL プレミアムでした。ということで頭文字におがつく景品を10個ゲット達成。これでデカキンと山氏は無事に帰れます。よかった。で金額的に言うと1万1000円か2000円かかってるかぐらい。すごいね、今回500、600円で取れたやつが多かったんで、今回こういう結果になりました。ということで最後に今日取った頭文字に尾がつく景品の全てを発表していきたいと思います。ポニュ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 デカキン TV ということで結果発表。それでは今日取った尾がつく景品をどんどん発表していきたいと思います。まず一つ目がおパンチウサギ、お茶わさび味ポテトチップス、オオスズメバチ、沖縄バヤリース、お猿のジョージ、大人のじゃがりこ、推しの子のアクア、オムナイト、お菓子詰め合わせ、オブングと一緒の合計10個です。取れたね。すごいね今回ね。今回いろんなクレーンゲームやったもんね。いろんなクレーンゲーム挑戦してバンバン楽しめたんで、これはもう最高の日だったんじゃない今日は。そうだね。今日の一番何思い出に残ってる。推しの子。推しの子かい二人がもう体きついながらやってるやつかい。あれの思いがすごいな。違うよ、デカキはもうオムナイトだと思ったんだよ。ああオムナイトでコロンコロンだと思ったんだよ。何を二人の推しの子の、いやしゃがんでしゃがんでやばし300円入れてとか、いや何思い出残してんの。あのきつい思い出で。きつかったねあれがね、うん、推しの子は一番あの高さがね、そうそう絶妙だったね。きつかったですね。ただね、うん、もうたくさん撮れたんで本当に最高の一日になりました。ということでこの動画がいいなと思った人は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。